生ライナは白素に圧力を加えてホルモン反応を引き起こし、新しい誘導位置で白衣箱根をリモデリングします。これが白の移動方法です。はい、プレッシャー、痛みを感じます。それはまた別のレベルです。言えばアルアライナと同期はより敏感かもしれませんな。そういうことなので、アライナは一部敏感性を引き起こす可能性があります。歯列矯正に比べると感度は最小です。以前歯列矯正を受け、再発治療のためアライナに再度入院している患者がいます。それほど何も感じないので、アライナが機能しているか聞きます。彼らは歯列矯正で感じたものと比較しています。だから、はい、アライナのせいでして不快感を覚えることがあるでしょう。はい、プレッシャーを感じます。しかし痛みは通常は予期されません。それを言ったら痛みの予知はそれぞれ異なります。だからこれは歯列矯正より痛くないことを言うだけです。一般的な不快感の一達は患者が歯を強く噛んでいる時です。なむと歯が敏感になります。もしチケイとシャンタンしたら一般追中のアドバイスハーナイトガードウォッチつことです。それがアライナです。ゲージュエセはすでにオコーノーションにあります。トンちゃん修理用にはトミーはなくなるはずです。それが起こらない場合は主刺激に相談してください。患者の多くが心配している別の歯周病は IPR、 つまり密接な間隔の主症です。それも単位をパワーない症状です。その次はあなたの血と血の腱にスペースをつおることで首の上にグエンテの血を収めることです。医者のリンクを送りつくしてメディエクスのプロフェッショナルと相談してください。患者さんをガイドし、すべてのご質問にお答えするのは私たちの喜びです。 MDX へようこそ。私は爆破士です。 MDX は人生と喜びのためのものです。